知るとありがたい。さて、ここからが話のメインユニットです。あなた方、謎をどこまで解きました？ほんと無駄話なしね。気が合いそう。フリクションロスは少ないほどギアはよく回ります。その話わかるぞ。ナミ！ま、なに？人形がお茶を運んでるぞ！すっげえ！ごめんなさいね。話を元に戻しましょう。謎はどこまで解いたかって？実はこの先はさーっぱり！な！いや、そんなことはないでしょう。ほんとよ？何の手がかりもないし、どうしようかと思ってたくらい。出たとこ勝負って感じ。それにしては、短時間で次々と解いていきましたね。まあ、うちの船長の動物的勘ね。天人にやられた気がしたのは当たりだったのか。彼が船長？そう。一億の賞金首、麦わらのルフィ。驚いた？全然強そうに見えないもんね。ま、そんなわけだから、何かを聞き出そうとしても無駄よ、無駄無駄。食事に招待してくれたことには礼を言うけどね。ま、あるかどうかもわからないお宝で命狙われたくないし、朝になったらここを出るから安心。待ってください。手を組もうというのです。悪い話ではありませんよ。誰と？君たちとですよ。私は君たちの変わった発想を評価しているのです。もちろん見つけた宝は山分けとしましょう。あら、宝はないって大笑い。